ってきた三郎さんが今日から朝の体操に加わります。ほーい。キネちゃんとかでも参加しないんだな。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ、みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って1、2の3。ではいただきます。いただきます。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、会話なしか。おー、いる。おーい、大変だ。川で何かがあったらしいぞ。おーい、どうしたどうした。あ、坊ちゃんだ。ピエン。ピエンじゃないんだな。ビエン。ボーちゃんだ。ボーちゃん。しっちゃん。ブーちゃん、大丈夫？たまちゃんに助けてもらってよかったね。うん、よかったよかった。あ、たまちゃん、ありがとう。ありがとう。たまちゃんめっちゃ優しい。君誰？オラ、野原しんのすけ、5歳。僕はブーちゃん。ブーちゃん。オラ、野原しんのすけ、5歳。僕はブーちゃん。やばい、気に入りそう、かわいい。いや、ブーちゃんめっちゃかわいいよね。ブーちゃんだからここは。絵がかわいい。恐竜に助けられた男の子がいたよ。恐竜に食べられるかと思ったけど、助けられただけでした。ブーちゃんの名前は書かないんだな。よいしょ。なおまず。絶対ブーちゃん強いやん、恐竜バトル。こういうの強いイメージ。あ、ヤマメゲット。イエイ。うん、オッケー。よし、奥から行こう。イエーイ。あ、いい。よし。またまた噂話だが、我が輩の恐竜たちがいろんなところで事件を起こしているようだ。いいぞ、いいぞ。人々が我が輩のことを無視して当然の報いなのだ。さて、次はどんな恐竜を連れてこようか。最後にしんのすけは博士からカツカレーをでのカツカレーの出前を頼まれた。忍法カレーの銀河さんに教えればいいのかな。まあそうだね。よいしょ。当然の報い。博士はカルタ。恐竜が事件を起こすのは人々が我が輩を無視して当然の報い。どういうこと？博士は語る。恐竜が事件を起こすのは、人々が我が輩を無視した当然の報い。当然の報いの意味が当然わからない。いいなこれ。これいいな。当然の意味が当然わからない。よし、これにしよう。いや、いいな。しんちゃんらしいな。いいフレーズだった。いや、今のはツボだ、私。普通に好き。あー、ここみここみ。ふぅ。ヘロー。
カレー屋の銀河忍は長年研究してきた新しい味のカレーが辛すぎて誰も食べられないことを悩んでいた。何かいい解決方法はないか。では野原しんのすけのワンポイントアドバイス。チョコビを入れれば解決するぞ。それは味が変わるからダメでござる。銀河流忍術、銀河流忍術の奥義は辛さの先にある。宇宙と一体感である。公園に近くにある悪の博士にカツカレーを一つ。チョコザイナ、チョコザイナ。では一っ走り出前に行ってくるでござる。シュワン。おかえり。よきあんばい。いえ、毎度あり。ロープウェイ。ちょっと待って、シソがある。ここのシソ気づかんで。よいしょ。このシソは気づかんで、なかなか。私だったら、私じゃなかったら見逃していたとこだった。さてと。よいしょ、よいしょ。ロープウェイになる。大きなロープウェイの駅がある。いつの乗ることができるのかな。あれ乗れんの？乗れないのか。まだ乗れない。あ、調べる。調べるってある。イエーイ。キイチゴってに、あ、これキイチゴ。ですか。これもか。これ気づかんな。この隠し方うまいな。これは気づかんわ。たまたま端っこまで行ったから気づいたけど。乗れんな。おたまちゃんがいるけど、さっきこっち行こっか。じゃ昼間にできることを先にやっちゃおう。おはよう、しんちゃん。はい。うちの農園使ってるのは多分しんちゃんだよね。うん、使ってる。ダメだった？しんちゃん頑張って育ててね。人参は他の作物より早く育つからおすすめよ。おほーい。よしこ姉さんありがとう。よいしょ。バックナンバー。しんのすけが撮ったスクープ画像。ロッカーの影のよしこちゃん。これはどうやらキャップをかなりかなり驚かせてしまったみたいです。物陰からよしこくんに監視されていたなんて。僕は彼女にこんなに嫌われていたのか。違う違う、逆好かれてるんだよ。今日はどんな。見て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 、これは歴史に残る大スクープだ。せやろ。すごいぞしんのすけくん。やったやったぜ。あれ、よしこ姉さんは映ってないじゃん。お、すげえ。774人。めっちゃ増えた。ありがとうございます。嬉しい。指名になったらすぐロッカーに。誰もが面白い。嬉しい。おお、なるほどなるほど。巨大生物調査を進まず本社キャップ語る。しんのすけ記者大活躍。50本の記事。お知らせ。発行部数増加、本誌名変更。びっくり。監視されてたキャップさん。監視されてたキャップさん、監視とはどういう意味だっけ。お姉さん、今700万。新聞が大躍進、大活躍だ。あ、惜しい。まだか。あと100人ぐらいか。なるほど。オッケー。オッケー。おっしゃー、かんちゃん。ねえ、注文の取り方練習してみたんだけど、どれがいい？まず、
最初は普通のやつね。お客様、今日はどういたしましょう。おお。次は少し丁寧に。お客様、今日はどういたしましょう。お？最後はすっごい不機嫌に。お客様、今日はどういたしましょう。おんおんおん。なるほどね。面白いな。同じセリフやねんけどな。なんかいいね、ボイストレーニングみたい。どれがどれかわからないって。いや、わかるよわかるよ。大丈夫っす。いや、面白いね。それは面白い。こっちが、ララコはなんでこの店を手伝わないのって聞かれたけど、本人も失敗したからなら手伝いたいんじゃないかな。お母さんが元気だった頃は結構手伝ってたのよね。まだすっごい小さかったけど。オッケー、これちょっとカットします。ヨヨコちゃん、これはね、もうショートカットでいいと思う。ここでお使いを一つ終えると星が一つ振って。オッケー、いいな、めっちゃボロン儲けやん。いや、いいな、こんな手伝いでもらえるなら全然手伝う手伝う。サブローさん、こんにちは。こんにちは。お使いがしたければ横にある看板をチェックしてね。しんのすけは虫や魚の写真を集めてるんだって。写真じゃなくてオラのカメラは絵が出るぞ。ごいしつばめしじみ知らない。とても珍しい天然記念物のしじみ蝶なんだ。へえ、ちっちゃい蝶なのね。天然記念物だから捕まえて家に持ってくるのはダメだけど、写真を撮るのは大丈夫。探してごらん。オッケー。写真じゃなくてオラのカメラは絵が出るぞ。他には同じあれかな、同じワードなのかな。あ、これか。なるほどね。また希少なやつがいるよっていう情報を教えてくれるんだね。なるほど。ヨヨコガちゃん、どうしたの。ブーちゃんが川に落ちたのは浅いところで足が届く深さだったんだけど、びっくりして転んじゃったんだって。それは危ないですな。しんのすけも一人で水に入っちゃダメだよ。ところでラッコはここで何をやったの？やってたの？ラッコじゃなくてララコ。お母さんが読んでいた絵本、やっぱり見つからないんだよね。お母さん、ラッコ？ララコのお母さん。おはよう。ブーちゃんが恐竜に助けられたけど、キネも一度でいいからああやって恐竜に食べられてみたいな。食べられ、ダメだよ。え、食べられたわけじゃなくて加えられただけだって。あなた、あんまり細かいこと言ってると女の子に嫌われるわよ。うん、ごめん。恐竜がブーちゃんを助けるのを見た。恐竜は本当にいいやつだよね。恐竜を悪いやつだと思ってる人がいるなんて本当に信じられないよ。そうか。あ、やっぱり旗折りだ。いつ鶴になるんだろう。誰ですか。私の仕事場を覗こうとしてるのはダメですよ。鶴にいつなるの。そういえばさっき外がなんだか騒がしかったけど、何かあったのかしら。事故でもあったのかしら。それとも有名人が来てたのかしら。ブーちゃんが落ちたんだけどね、興味ないらしいっす。